こんばんは。キキちゃんがめっちゃ泣き叫んでる。こんばんは。つぶやすけさん結婚して愛してる。ハート。マオさんハート。水鉄さん。クマちゃんの風船かな、これは。なんだろう。ありがとうございます。こんばんは。ミキヤくんさん、ハート。マオさん、ハート。イチゴさん、ハート。カメさん、レインボースター。ありがとうございます。なんか、スリッパがザラザラするのか。あ、髪の毛入ってる。おいっしょ。カメさん。なんだこれは。風船？なんだろう。ありがとうございます。リンクさん、ハート。水鉄さんも。なんじゃこれは。なんだろう。クッキー？なに？ありがとうございます。こんばんは、ミキヤくんさんも。ありがとう。カズリンさん、だるま、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。キキちゃん、なんか、ドライヤーの音が嫌みたいで。いうのがドライヤーするとめっちゃ泣き叫んでた。どうしたんだろう。よいしょ。こんばんは。おお、ポップコーンなの？カラフルなポップコーン？そうなの？へえ。ポップコーンなんだこれ。黄色とか緑とか。ありがとう、みゆさん教えてくれて。あ、ポップコーンがいっぱい降ってきた。ありがとうございます。へえ、ポップコーンなんだ。初知り、ありがとう。ありがとう。アキさん、ハート。ミュウさん、ポップコーン、ありがとうございます。アキラさんも、ポップコーン、ありがとう。キュウニーさんも、みんなポップコーン振らしてくれる。ありがとうございます。ありがとう。ミキヤくんさん、ポップコーン。アヤさん、ポップコーン。コケ玉さん、ポップコーン。ありがとうございます。ありがとう。流行りに乗らんとって。ありがとうございます。この前、免許更新のお知らせが届いたんですよね。今読んでる。今読んでる。初の免許更新ですよ。初回更新者講習。120分かかる。そうなの。
なんか大変そうね。大変そうですね。大変そう。大変そうっすね。出来立てのポップコーンはいかが？キティちゃんじゃん。そうだよ。もう免許更新だよ。3年経つみたい。そうだね。次はゴールドになるのかな。誕生日の1ヶ月前になるから来たってことかな。初回だけ大変なのは、講習があるのは。しげるさん、はじめまして。こんばんは。オンドラトックンさん、くまちゃんの風船、レインボースター。ありがとうございます。石打ちで、免許センター。本当よ、視力測るじゃん。やばいかもしれん。視力、頑張ろう。頑張ろう。なんかさ、視力さ、なんぼだっけ、免許 OK の。いや、右と左の差がえぐいんか。なんでかね。オンドラトックンさんわかる。ありがとうございます。こんばんは。キヨ兄さん、クマちゃんの中に何が入ってんのこれ。お菓子、お菓子みたいなの。ありがとうございます。月ちゃんさん、ポップコーン、ミキヨくんさん、ポップコーン。ありがとうございます。ゴールド免許はまだ先なの？そうなの。無事故だよ。無事故無違反だよ。そんなに毎日乗ってるわけじゃないしね。そう。頑張ろう。 1.0 ない、 0.7、 両目で 0.7 ならいけるか。めっちゃ左右差えぐいんですよね。 0.5 と 0.8 やばいかな、ギリギリかな。頑張らなきゃ。目を大きくして目を大きくしてじーって見る。頑張ろう。でもさ、日常生活そんな問題ないしさ、大丈夫かなとは思ってるんだけど。でも検査に引っかかったらやばいもんね。次の講習を、高齢者じゃない、広島県以外にもできるの？5年未満で、5年未満です。3年目です。行かなきゃ、休み見つけて。そうか、そうか、だから友達免許センター行ってたのか。とか。高齢者じゃないですよん。まだ1回目のです。初めての免許更新。あ、5年生とゴールドにはならんの。じゃあ今の色のまま。ゆなやなが視力罰だと。いや、本当にそうだよ。だって私、裸眼だよ。裸眼だよ。そんなに黒板の文字見えんとかはないから大丈夫な気はするんだけど。
なんか数値だけ見ると心配だよね。 0.5 と 0.8 って調子が悪かったんかな。頑張ろう。目の周りの筋肉ほぐすといいの？どうやってほぐすの？グリグリしていいの？グリグリするな。ヨスさんハートありがとうございます。こんばんは。青になるの？青色免許？ヤンクル、ヤンクールナイサーさん、はじめまして。こんばんは。あ、日曜日多いよ、だって。平日も行けるの。いつとか書いてあったっけ？ああ、ダメだ、もう読む力がないんだけど。日曜日から金曜日まで。無理じゃね？あ、待って待って、誕生日の1ヶ月後ってことは、冬休みとかもありってこと？誕生日の1ヶ月後？12月10日の1ヶ月後、1月10日までに行けばいいってこと？じゃあ冬休みに行けばいいのかな？12月20、26とか27とかって。平日？社会人ももう休み？どうだろう。お、星投げありがとうございます。冬休みに行こうかな。だってそれ以外って、平日は多分無理だよ。平日は無理だから、でも日曜日多い時に行くのも嫌だし、冬休みの平日に行こうかな。グリグリでいいの？目の周りグリグリするの？遠く見る癖つけると目の遠近調節。へえ。グリグリしよう。グリグリしよう。目が良くなるんだ。ほんとよ。ぼーっとしていったら絶対引っかかる。こうやってやったらいいん？この人は言うのよくある。目が良くなりますように。ブルーベリー食べようかな。こんばんは。ああそうじゃん、年末年始は年末年始は29から1月3日だって。だから28までに行けばいいんじゃない？ 28日までの平日を狙うか、年明けか。また考えなきゃ。大学の授業の合間は絶対行けないな。絶対いけないな。しんいちさん、ポップコーンありがとうございます。こんばんは。ほんとよ、年末年始ほんまよ。忘れとった、ライブがあるじゃん。22と29だったっけ。ってことは年明け。いやでも早く終わらしたい、そんなギリギリにしたくないな。考えよう。忘れんようにせんといけん。まぶたより上の眉毛あたり。なんかネーネーがいつも汗やりよるわ、こうやって。あれは多分むくみとかなんだろうけど、毎朝化粧水っていうか
何化粧水塗って顔のマッサージみたいなのだけで10分ぐらいやりよるよ。ずっとやってる。ゆうなはたまにそのタイミングで行ったら真似して化粧水塗る真似しちゃう。いいこと聞いた。ちょっと目大事にしよう。こんばんは。しんいちさん、ライフハートありがとう。なんかずーっとこうやってずーっとやってる。ゆうなはもうポンプでピッて出して終わりポンポンじゃないけどザーッと塗ったら終わりだけど、もうねーねーはずっとこうやってずーっとペタペタしてるよ。目を強くつむって、目を開けて、目だけを上に、なんかいろいろあるよね。目はよくつむります、よく寝てますそういう問題じゃない。グーさん、バラありがとうございます。目をぐるぐるしとけばいいのか。やってみよう。こんばんは。何をしようとしたんだか忘れちゃった。今日まだまだしなきゃいけないことはたくさんあるんですよ。そう、まあでも9時だから寝るっていうか、眠くなるまでに何個できるか、何個できるのか。とりあえず急ぎのことは終わった。いや、急ぎのこと全然終わってないね。今気づいたね。なんだっけ、なんだか忘れちゃったなんだか忘れちゃったなんだ、何をしなきゃいけない、なんだ、忘れちゃったよ。何をすればいいんだ何をすればいいんだよ。ちょっとだけ思い出したから、ちょっとしよう。とりあえずパソコン充電。よいしょ。っていうか、長袖パジャマで登場、お初じゃない、初じゃない。明日の自分に任せよう。それはやばいね、絶対やばいね。それはアッキーさん、ハートありがとうございます。課題なのかな、なんかあったはず。岩さん、ハートありがとうございます。ともやすさん、はじめまして、頑張ったね、こんばんは。温度のトックさん、いいね、ありがとう。なんだろう。みゆさん、くまちゃん、ありがとうございます。とりあえずパソコンを開いてみる。クラスルームに、はあ、思い出した。ちょっとねえねえに一言叫んでくる。おいっしょもあるよ。あれ読めるんだったらあれでもいいよ。どっちでもいい。音声聞けるはず。よし、伝えてきた。伝えてきたよ。あー違う、筆箱。
おいしょ。伝えてきましたよ。いいこと思い出した。よかったよかった。カズリンさんハート。あ、クマちゃんはポップコーンなのか。なんでポップコーン？11月はポップコーン？なんだろう。オドロトくんさんポップコーンありがとうございます。カズリンさんハート、ありがとうありがとうありがとうございます。よし、難しい課題はやらない。配信中には喋らなくなるから喋らなくなるから難しい課題はしないよ。これと、なんじゃ。割る1、80点。こちらも80点。よし、これが終わったでしょ。ほんで、おっと、13日、中間テスト。明日は何日明日何日。遊園地がテーマなのね。だからポップコーン、あ、風船も。そういうことか。しんいちさん、ライフハートありがとうございます。みんなで英語のテストする？今から。青色大好きさん、くまちゃん、そしてくまのポップコーンありがとうございます。明日は6日。明日は、やった、私の得意な気象だ、天気だ、やった。天気はノー弁でもいけるかも。天気はいけそうだぞ。ちょっとさ、寒くなってきた。今年初の毛布を出そうかな。よし、毛布登場。よいしょ。天気はまあいいとして、あ、間違えた、違う、こっちだ。なんだ、刺激と反応って。あー、三権分立、逆だ、苦手なやつかも。頑張らなきゃ、勉強しなきゃ。これは後で勉強しよう。とりあえずファイルの整理だけしときます。よし、いや、なんかさ、今日もさ、お風呂出たら55分とかで、あーやばいってなって、髪濡れたまましようかなとも思ったけど、ちょっとさすがに寒すぎると思ってやめました。だからちょっとみんなに待ってもらった。お待たせしました。みゆさん、だるま。武田つおさん、ハートありがとうございます。ノーベンバーシックスス発音ノーベンバーだね。こんばんは。そう、さすがにちょっともう寒くなってきたし、風邪ひいちゃいかんからと思って、さすがにちょっとやめました。明日荷物多いな。荷物多いぞ明日。ジョンドーさん、ハートありがとうございます。よいしょ。ここら辺だな、明日持っていかんといけんのは。
達にも教科書貸すし。ありがとうハート。よし、パソコンさん。あーやばい、国語を片付けてなかった。明日も寒いのかな。なんかさ、教科書 OK。 何しようとしたか忘れちゃった。まずは国語の教科書を片付けましょう。出しっぱなしは良くないです。なんか開かないで、びっくりした。あーピコピコうるさくなる。ちょっと待って、ちょっと一瞬静かにして。ちょっと待って、ちょっと待って、ヌームタイムが来てるけど頑張るよ。いや今日は本当に頑張らんといけん。今日はリネタンのお誕生日か。おめでとう、おめでとう。今シチューのホームページ見てる。あ、再販が始まったらしいですね。また再販やってるみたいです。オンラインお話し会11月30日と12月8日のオンラインお話し会の、あ、オンラインじゃないや、12月はお話し会の再販をまたやってるみたいです。よかったらお話ししに来てください。もうでも、もうみんなだいぶ取ったでしょ、だいぶ申し込んだでしょ。そんなことないね。この11月12月分のさ、再販何回目、本当にびっくり、こんなにするもん。緑のペンどこやったんだろう。もうこれもでも間もなく終わりだけど、一応書いとこう。もうあと10月のやつも終わったもんね。あとは11月30日土曜日のオンラインお話し会と12月8日のリアルお話し会のみです。この再販をしているようです。喋りたかったら喋りたかったらもおかしいか、私とお話ししたいなって思う方がいれば、再販やってるので今なら申し込めます。ぜひ来てください。ねえ、もうみんな、もうさすがに申し込み忘れない。オンドロドッグさんファイター、ミキヤくんさんポップコーンありがとうございます。ありがとう。こんばんは。カズリンさんハートありがとうございます。サイン会は何にサインするんだろう。てか国語の教科書片付けたら机がすっきりするかも。
9時過ぎたら配信終わろうかな。よいしょ。ちょっと教科書入れる場所間違えたよ絶対。こっちですね教科書は。なんか本のサイズとかめっちゃ綺麗に並べたい派なんですよ。だからめっちゃ何気にしちゃう。よし。あーなんかガタガタしてるわ。アッキーさんハート、ケイさんハート、ありがとうございます。岩尾さんハート、しんいちさんハート、ありがとう。そうブログ更新しましたよ。ブログ今日の夜上げてもらいました。ノート、国語はピンクのノートを使ってます。おーノートで思い出した。ノート貼ってないよね。貼らんといけん。いいこと言ってくれた。そう教員っていうか教育学部の方はみんな持ってるであろう学習指導要領学習指導要領持ってますよ。結構いろんな教科揃ってきた。2年目にもなると。こんばんは、こんばんは。え、福フェスはどこで発表されたの？もう発表されたの？何で発表されたの？なーに？ X？ あ、配信してるの？そうなん、配信あるのは知らんかった。今日やってるのは知ってたけど。そうなの？そうなんですよ。じゃあもう言っていいのかな。言っていいのかな。それがなんか9時頃発表って聞いたから9時まで配信やろうって思ってたんだけど、もう言っていいのかな。言っていいよね、だってみんな知ってるなら。そうなんです、次回の福フェスに出演させていただくことになりました。福フェス番外編、ちょっとよくわかんない、番外編だったかな。出演させていただきます。あかりんさんが呼んでくださいました。パチパチパチ。そうなんです。どこに出てるの情報。配信見てないよ。あーしくった、ダメだ。パチパチパチ。どこで見れるの？ニコ生？今からかな？そうかも。そうなんですよ。久しぶりのライブです。
しんいちさん音符、みゆさんハート、けんさんだるま、かずりさんだるま、いわさんハート、あきらさんだるま、おカラフルにだるま、ありがとうございます。ハートもありがとう、ありがとうございます。まだなのかな、まだ情報は出てないっぽいね。どうなんだろう、ホームページに出るのかな。ちょっととりあえず国語のノートペタペタしとこう。ペタペタしとこう。いづちやさん、ポップコーンありがとうございます。あ、そうなん？申し込みもすぐ？そうなのか。ジンバブエさん、はじめまして。こんばんは。女の特訓さん、くまちゃんのポップコーン、ありがとうございます。第3回、4回。ここに貼っとこ。特別で授業するの？しないよ。特別はダンスさせてよ。9時になったら発表されるのかな。なんかそういう頑張る目標じゃないけどさ、あるとやっぱモチベ上がるよね。頑張ろうって気になれる。フェススタンディングなの？それはちょっとみんな頑張ってもらわなきゃ。頑張ってもらわなきゃ。更新されました？あ、まだ58分だった。しんいちさんハートありがとうございます。おいしょ、ゴミ箱ポーン。しんいちさんハートありがとうございます。なんかさ、スタンディングの前にさ、椅子席ちょろっと欲しいよね。どっちがいいんだろうね。あーあーあー、ノートについちゃった。ぺたん。ぺったんこ。よし。もうこの前の国語はめっちゃ疲れました。小論文を書く授業だったんですけど、まあ、自分らも書き方を教わりながら実際にやってみるし、その教え方で実際にやろうみたいないう授業だったんだけど、もう小論文が苦手すぎて、小論文っていうか書くことが苦手すぎてヘトヘトでした。ヘトヘトでした。立ちばっかりなのね。ミキヤくんさん、バラありがとうございます。あ、そうか、
そうか、対バン形式か。どこと一緒なんだろう。見てみましょう。ジリン。12月4日水曜日、フクフェス番外編、渋谷サーキットフェスへの道第4回、イエーイ。チケット販売開始のお知らせだって。先行抽選販売。あ、もう始まったってこと？そうなの？本当だ。1,2,3,4,6人、6人で行くのね。緊張緊張。東京ですね。いつもの会場ですね。台湾ライブ。わーお。わーおって。水曜日、12月4日水曜日の6時45分開演です。平日の夜ですが。せっかくなので来てもらえると嬉しいです。東京、東京なので。誰ですか？ねえねえ、明日朝早い？え、明日朝早い？明日一限だよ。あ、書いてるよそこ。はい、おやすみ。おやすみ。ママはもう寝るみたいです。すごい。12月4日、東京でフクフェス出演させてもらいます。ぜひ会いに来てください。久しぶりのライブ、久しぶりのライブが6人ってなんか緊張するな。しかも対バンって緊張するな。どうしよう。でも頑張るから、頑張るから、来てもらえるとより安心します。アンダラトックンさん、いいね、ありがとうございます。アイドルさん、対バンするアイドルさんのこともちょっと調べとこう。本当じゃん、本当よ。4日フクフェスで東京行って、8日大阪でお話し会。忙しいね。頑張ります。12月でクリスマスコンサートもあるし、2期生の5周年もあるし、大忘年会のライブもあるし、12月はお忙しいです。頑張ります。ありがとう。みんな、カツリンさん、だるま、ありがとうございます。久しぶりのライブです。いつぶりだろう、考えないでおこう。頑張ります。しんいちさん、ハートありがとうございます。見てみる。頑張ります。ぜひぜひ皆様来てください。頑張ろう。年末に一気にお仕事。ミキヤくんさん、ポップコーンありがとうございます。頑張ろう。よし、それじゃあ国語のノートも貼れたし。どういう基準って感じやけど、フクフェスの告知もできたし、話し会の告知もできたし、終わろうかな。本当は火曜日はもともとこんなに長くするつもりはないのでなかったけど、今日はまあよく喋った。そう、せっかくならさ、今日発表するって聞いてたから、今日の9時頃って聞いてたから、どうせならショールームで言っちゃおうって思って。そう言えましたので、配信を終わろうかと思います。よろしいですか？次は
次は金曜日です。金曜日に配信予定です。いや全然全然、ちゃんとあかりんさんの口からの発表なら全然フライングじゃないよ、大丈夫だよなんかびっくりした、なんかどこから情報漏れたとか思いながらびっくりした。そういうことね、私の情報不足だったわ。女の徳さんお疲れ、ありがとうございます。多分さ X にも上がってるよね、今からリツイートするからみんなもリツイートして リツイートしてください。ゆなやな出るってよってみんな引用リツイートしてください。みんなで見に行こうってみんなで来てくれると嬉しいです。安心します、すごく知ってる顔がいると嬉しい。ありがとうございます、頑張ります頑張ります。よし、じゃあ今日の配信終わるのでランキングに行きたいと思います。誕生の皆さん行きますよ。13位ナスノさん、12位タンニさん、11位岩尾さん、10位カツリンさん、9位ミキヤくんさん、8位キヨニーさん、7位は水鉄さん、6位アキラさん、5位ミユさん、4位青色大好きさん、3位つぼゆすけさん、2位カメさん、1位アンドロトックンさん。パチパチパチ、壇上の皆様ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。今日は15分遅れで始まりましたが、皆様お待たせいたしました、ありがとうございました。それでは告知タイムもう言ったけどまとめ、11月30日のオンラインお話し会と12月8日の大阪で直接会えるお話し会、再販、何度目かの再販をやっておりますまだまだ申し込み足りてないよって方はぜひ再販申し込んでみてください、お待ちしてます。そして12月4日、フークフェス番外編渋谷サキットフェスへの道第4回に出演させていただくことが決まりました。久しぶりのライブなんですが、皆さんぜひ来てもらえると安心して楽しんで精一杯ライブができますので、ぜひぜひ、東京ですが平日の水曜日の夜ですが、ぜひぜひ来てもらえると嬉しいです。よし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 そんな感じです、告知は以上かな。ということで、次は金曜日の21時からまた配信しますので遊びに来てください。金曜日まで頑張りましょう。それではよろしいですか。はい、それでは今日の配信終わります。来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さーん、はーい、最後に鼻水はーい、皆さーんありがとう、平日の夜に配信来てくれて、いつも平日かありがとうございました。それでは次は金曜日の21時からの予定なので、また配信遊びに来てください。それでは終わりまーす。5、4、3、2、1、かまたねー、ありがとうございました、おやすみなさーい。
顔またね。